皆様、おはこんばんにちは、マリヌスです。今回は、HGIDO シリーズ31体目の機体となるヘルムリーゲ、リンカーです。設定的には、実際にあった機体の同フレームでの再現ということらしいです。アホでかい剣とビリビリする角という超近接型 MS だそうで、エクスポに行った際に一番衝撃を受けたデザインでした。今回はまたも部分メッキということで装甲を金と青の2色にしていただきました。ビダールと同じ色でお願いしましたが、これぐらい深みのある色の方がいい気がしまして。しかし、これだけ複雑なものであるにもかかわらず、ランナー数が少ないのは鉄血キットの恐ろしいところ。フレームについては、メッキの上からトップコート吹くわけにゃいかんので、先に黒サフ、ツヤありブラック、ツヤ消しトップコートで仕上げました。胴体部分です。なんでしょうか、この重機士官。頭部のバイザーは、本当はブルーですが、クリアオレンジでいきました。一応、早いですが、完成になります。足も自立性向上のためか、展開状態になり、差し替えでの再現になっています。ヘルムリーゲ、リンカーは、グリムゲルでの回収した機体ということで登場しましたが、まさかの初登場が、散々だったためにあんな扱いを受けるとは、ギスルギさんがかけたこの機体は最後は、その忠誠を誓う者の盾となって散るという注意を突き通した、もので私もテレビの前で歓喜は待ってしまいました。できましたら、皆さんのギスルギさん、ヘルムリーゲ、リンカーへの感想も聞きたいものです。ご視聴、ありがとうございました。